素行動されてもね、イライラしないし、まあ、されたところでね、この最近グロックから CZ に変えたんですけど、まあ、これでね、窓開けてもうバチ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 。佐藤君はもう全然飲酒しないですか？飲酒はしない。なんか、する意義を見出せない。だから、それ急いで帰って何になるんだろう。ああ。結局のところ。俺は泊まれないからね、嫁が言われるから。うん。まあ、そうか。そういうところ。うん。泊まれるちゃうんだったら泊まってるけど。ああ最近もうリスキーだから普通に実家行くとか、うん、何だの行ってキャンプだの行って飲み行くからで泊まるんで、そんなにがっつり飲酒しないですけどね。このさ、うん、このさ、これあるじゃん、火出るやつ。ああ、これさ、ふって消してさ、はい、もう一回つけてもついてくれないのね。つかないんですよ。クソすぎるんだけど。一、うん、回沸かす前にもう一個使っちゃうっていう。うん、もうあの、なんだ、燃え尽きるまでやるしかないんですよ。そういう運命なんですよ。きちいわ。なんか勾配きちいわ。ブレイキングダウン見てない？ブレイキングダウン見てない？やけでそれ以外全部休もうと思った。車も運転しててさ、うん、もう今日ちょっとでもイラつかされたらもうすぐ止めてボコそうって思ってると何も起きないんですよ。千葉のね、あのバーのね、あの交差点ね、別の世界線とね、混合してるからね。お祭りみたいな匂い。うん。いや、醤油が焼けた匂いが。誰が買うん？え？あの中途半端ね。敵作るね。日産キックス買うやつゼロ人説。まず名前。あ、ガスバーナー俺持ってきたわ。あれだったらアルストも。ああ。もありますね。Thank you。まだ俺醤油もらってっけど大丈夫？その醤油に関しては別にどうこうあるから持ってきてるんじゃなくて、前おう、おっす、普通に道間違えました、ね、だと思ったんで間違えてこうぐるっと回って戻ってきて、川島さんがすぐそこですれ違ったとか言ってたから、うん、もう道間違えたなと思って、うん、開けます？あ、いい、回っちゃって、いつもナイフで開けてんだけど、はい、ナイフ出すのめんどくさくなっちゃった。いや、俺でもハンマーです。ありがとうございます。ここを引っ掛ける感じです、ね。ここ？そう。そのままく。あ。ありがとうございます。めちゃくちゃ普通の洗面器。ここで。珍しくない。工事すんの？おじさん工事するの？珍しくないこれ。珍しい。ん？何それ？知らねえよって。ビンタングみたいな。俺を初めて見た、うん。インドネシアで一番今売れてるって書いっていう説明があって。
俺今日はバドワイザーですなんかビールと星1個がついてるさ、うん、やつがなんか高級ビールであってさ、うん、いや同じように星がついちゃってんじゃんと思ってパクリパクリだよね。間違えて買うようにチエース。バドもいいよねこういう評価なんだ。俺の友達もみんな飲みやすい、うん、飲みやすいって言ってたから。これはねバドですバド、バド、うん、バドです。これ味が。そういうことよ。俺もよっぽどそうしようかと思ったけど、あのめんどくさいって分かった。スーパーで100円しないでさ水買えるからさ、でいいかな。どうせそんな使わない。吉沼は？吉沼は何で戻れんの？え？吉沼はどっからスタートできんの？吉沼はあの洗い物からゴリゴリの代わりに入ることがある。いやマジで戻りたいわそしたら。ずっと洗い物だけしてやるよ。うん、少なくとも多分、うん、俺とかザキミヤと同じ立場で入ってくることになります。吉沼さん帰ってくると少なくともずっと打ってたいっすよ。ワンチャン主任もしくは北議長。いやそれも同じじゃねえ。それは嫌だわ。そうだ、前回ザキミはいなかったもんな。いなかったしね。実況がなかったよ。吉田と川島とララポに映画見に行った時に買った著書です。うん、俺も猫耳付き買おうかな。あの時めちゃくちゃ髪が出ててマジで邪魔くさくて、うん、映画見るとき集中できんと思ったから。うん、だってリュウジさ引っ越しこの間手伝ったんだけどさ、お風呂場の荷物が小皿みたいなのにその上に乗っかったあの四角い石鹸1個だと。それはやばいだろ。逆に COD ガチ勢の時髪上げてた、うん、ゲーム中。ガスライターのガス吸ってるやついたよね。いたガスライターのガスするぐらいだったらさ、ほとんどさ成分変わらないさ、そのガスボンベ使った方がいい。かっこよくなさすぎる。そもそもガスライター自体クソダセーと思ったから。てか意識失ってコントしてるやつもいたもん。ぶっ倒れてなんか。あれってシンナーよりやばいからね。ああ。体に。一酸化炭素中毒みたいな。うん、俺そういうの一切やったことないですね。すいません、やんなくても十分やばい人だから。うん、俺もっとやばいことしてます。俺ちゃんとしたブツしかやらないから。そういうわけわかんないの。ちゃんとやばい人ですよ。うん、ちゃんと合法ね。そう、合法というかあのグレーゾーンちゃんとアウトなやつしかやらないから。そういうなんかライターのガスとかどういうことみたいな。絶対吸いたくねえそんなもん。それだったらリアルこっちの方が効くと思うよ。あサトちゃんのさ燃焼剤えぐいね。えぐいね。だから燃焼剤で焚き火できんだ。そうそうそう。これ実際あの木火ついてない。振りながらこんなビタ付けしてて、まあ制裁加えようかなと思って走ってて、そいつウィンカーもなんかすごい速いやつなんですよ。でめちゃくちゃ息ってて、でコンビニ入ったのその人。でちょうどコンビニ入って赤信号だったから。左手見るとそいつが降りたところが見える。それ狙撃しようと思って、あの窓開けてこうやって構えたら、ちょうどハイエースが出ようとしてて、その人とこう目が合ったんですよ。こうやって俺がやってるところここで、で俺コンビニの出入り口塞がないタイプだから前開けてたの。で前も入れるの1台けど、目合った瞬間ビーター止まって、
全然俺の前入ろうとしないんですよ。気がつくとなくなってるからさ、何も残ってないから。燃え尽きる。うん。ちょいってない。マシュマロありがとう。お、あち。文句言わねえでやったけどいいの。なんそれをわざわざ俺たちに言えないか。なんなの。言う心理を教えてくれ。散歩のシールが出てる。今日川島も酒もあれしてるし。もう眠いっす。意識飛びそうです。あ、車に飛び出る。佐藤さん、意識飛んでますね。なんでやねん。いや、ソロキャンどうだった？それは良かったっすよ。また同じこと。また同じループしてる。どうしたの？読んでる。ループしてる、ループ。一人で行ったらばあさんに一人で寂しくないのかな。決めようかな。鍋の具材ぶっ込むのに今忙しくて。いいなぁ、食べたい。だいぶ具だったんですよ。そうだよ。こびてるじゃん。多分渡辺さんが見てくれます。見てんの。でも渡辺さん見るものがなかったら見れるって。なんだそれ。バリうまそうなんだけど。バリうまそうなんだけど。ちょっとシールと遠く待っていい。どうぞどうぞ。ありがとう。はい。キムチ鍋、いただきます。めっちゃうまそうなんやけど。いや、アバタニエンなんだけど。切らないでくれ。肉でかすぎだろ。肉取れねえよ。これうまっ。うわ、しゃぶしゃぶしてるね。シャバゾじゃん。シャバいっすね。シャバいね、これ。シャブシャブしてるね。いっちゃいやす？シャブシャブしてんねん、おい。シャバゾになります？シャバゾだよ、俺。勾配きちいぞ。どうぞ。ありがとうございます。いや、うまっちょもなんだけど。よだれたらいいんじゃない？5% ぐらいでできました。固形燃料の質が悪かったかもしれない。
Step in the scene. Me and my demons, we acting up. We got the Casamigos, group of baddie on gang guarantee, and they tryna run. Baby, be smooth.